空手もそうなんですけれども、頭骨が押す神経を代表しています。この時にねじっているように見えて、ここの神経が縮まっている状態です。で、ここの神経、頭骨側の神経が使えない状態にしてやってると、はい、っていう状態になるわけです。だから空手で言えば小指から当たって制約のない当たったところを伸ばそうとすると伸びないですよね。でもこちらの神経を使おうとすると、これが本来の体の影響です。だからこうやって当たってるのは嘘です。で、こちらの神経を固定して、尺骨側を固定して、神経、頭骨にくっついている神経だけを伸ばすのが当て身です。で、それをこんなに空手のように大きくする必要なくて、なかなか一本拳でこう回して、尺骨も頭骨も一緒に回ろうとすると普通に回しているわけです。この運動は一番力が入らないようにしている、あの本来の固定の使い方です。ですから当たったところで固定、尺骨側を固定して、頭骨の側だけをちょっと押し出す。重要なのは、尺骨が当て身を当てるときに動かないことです。だから、あの日本拳法のように縦拳でやったとしたら、ここを固定して、ほんのわずかだけ頭骨が倒れるほどに打ち込むのが当て身になります。で、重要なことは、当たったところは動かそうとしない。衝突してるから力が出ないしね。だから当たったところはふわりと当たってるだけで、さらにそれをやったときに小指側が、尺骨側が動かないようにしながら、頭骨側だけが1センチでも押し出されたら十分な当て身が加えられます。だからドンじゃないんですね。ここやここの神経を使って打ち込んでるんではなくて、小さいねじ回しを最後にギュッと締める、ねじ回してギュッと締める、この力を使うのが普通の人の打ち込み、こうなるんです。尺骨側、小指側も動く、親指側も動く。そうではなくて、ここを固定してこれだけです。ここの位置変わらずにこの力で、その時こちらの神経が使われて収縮してるんですね。で、こちら何も振り込みのままです。だから、ドアノブ、硬いノアノブをクッと、あるいは、瓶の蓋をキュッと、キュッとやるだけの力です。それで、親指だけがキュッと動くという、こうじゃないですね。親指側だけがキュッと。で、これが失敗なんですよ。尺骨が動いてる。だから、この運動、ここの場所が動かないで、この運動が当てるのが原因。尺骨と頭骨の関係はこうなってる。尺骨と頭骨がひゅっとこうではなくてこうなる音だということです。以上です。みんなの日本拳法のイメージってこうだよね。そうじゃなくてこれだね。ここを固定してこれだけ。ぐらいまでやると向こう飛んじゃいそうなので、ゆっくりやりましょう。はい、で、一番大事なのは
本来の当てるっていうのは甲冑技なんですよ。首相流やらなんかもそうなんですけど、相手の甲冑越しに当てなきゃいけないんで、ここに人ってある感じ。こんなのいくら叩いたって聞きゃしません。力がガーンってやったって、あ、こちらでやったな。あ、手のひら。そっか、そのここの部分です。ほら、平気でしょ。これが日本の古流の当て身っていうのは、やはり甲冑が前提だと考えるのが一番わかりやすいんです。そうすると、当ててドンと打ち込む方が楽でしょっていう。鎧をドンと当てて、こっち側が押し出していく力で。これで、それで別は両手でやってるだけで、原理は同じ。同じです。なんていう技か、ちょっと忘れちゃったんです。鉄砲でね。ここだとここを動かすのに無理があるから、こうやって自分の手押しだとか隙間いくらでも開けれるでしょ。そうすると、だから当てる、これを押し付ける必要ないんで、ふわっとつけておくだけ。こっちはグッと押しとかなきゃ。そう、頭骨がぐんと動くように。で、自分の手のひら越しだとそこがいかようにも細工ができる。直に当ててると細工が難しい。これ越しに打ち込むんじゃなくて、これを伝って打ち込むんですって。高等な技法で言うとね、やってた、ピタッとやる必要ない。ふっとついてればいいんだよ。そう。それを押しに打ち込む。触れてる手の、あれはこう、白剣幕とか。そうそうそう、白、真っ白剣。そういう、そう、操作必要なんですね。これ、こんな状態でやってきたね。白い状態が、完全に効いてる状態の時に、打ち込めばいいんですって。君はそこまで言ってるかっていうと、ちょっと心もとない。